どうした？ちょっと前の夜に森のお化けに馬を奪われたんだ。せっかく戦争を逃れて喜んでたのに。森のお化け？ああ、ご先祖さんの言い伝え通りだ。真夜中になると誰も起きないように玄関に血をまいて盗んでくんだ。俺の馬を探してくれるか？返してくれるよう森のやつと話してほしいんだ。馬を見つけたらいくらくれるんだ？ウォッカの5分の1をやる。それでいいか？5分の1じゃなく瓶5本分で、なおかつそれを金に換算してくれれば考えてもいい。わかった、いいだろう。とにかく連れ戻せ。灰色のメスまでそれほど大きくない。亡霊だろうが痕跡は残す。あたりを調べて何か見つけてみよう。血の跡か。怪しいとは思ってた。また跡がある。近づくな。ここに用はないはずだ、バッドゲン。一頭は持ち主に返さねばならん。自信があるようだが、やり合う気か？馬一頭のために我が隊の全員を殺すか？俺に引き渡すんだ、おとなしく。一頭持っていけ、許可する。ほら行け。見張ってるぞ。兄がテメリアにいるの、もう望みはないかしら。早くやってくれたな。どうだった？お前の馬か？よしよし、一目で分かったぞ。よしジャンパー、説明してもらうぞ。一体どこに迷い込んでたんだ？これがお礼だ、約束通り。ありがとう。じゃあな。